なんかつけてみる？まあ、基本的に、選べるのか。なるほど。これが、あれ？多分これがフラミンゴだよね。なるほど。普通の演技がドン・パーストラミ。で、2個目なんだっけ？イルカがドルフ・スパゲティ。で、フラミンゴはバランティーノ・サーラミ。でもって、ラクダがハンフリー・チャパターなのか。ダブルジャンプ。フラミンゴはダブルジャンプあったりすると、めんどくさそうだな。これで、やってみる？なるほど。他なんか便利なのあったっけ？反重力とかあったらね、多分他の普通のヤギとかも、普通に飛べるんで、楽だけども。ああ、なるほど。これ。ラクダチャバタ。なるほど。もうお腹とか関係ねえよ。なるほど。普通のヤギにフラミンゴ合体とか。うわー、見てみたい。今度やろう。チーズ用ドリル。チョコレート工場。あたゆる古典中の古典。なんだそりゃ。チョコレート袋に火をつけて、ドアステップに置く。火をつける。火をつけるとあるけども、なんか爆発しそうなもの、それとも、これが、俺自身を火種とするか。ペロンってしたら、ん？チョコレートの袋を、なるほど、拾って、火をくべる。なるほど。これで、あ、それでここにプレゼント、コンコンちゃん。お、チョコレートだ。焼きチョコだ。俺好きなんだよね。いらなーい。あれ、捨てられちゃった。まだまだ笑える。これは何の機械だ。お、コン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 、どこかに行けるかも。おお、ん？なんかどこか宇宙に行けるとかそういうんじゃないの。なんだね思わせぶり。チーズ用ドリル。サンドイッチが必要なら値段が高すぎるってことはない。今回は盗めはただってこと。バカなサンドイッチを盗むだけを OK。 よくわからんな。チーズサンドイッチを盗め。ここに忍び込めばいいのかな。なんという回転扉。しかし俺は窓から、あ、入れないとりあえず入ってみる。ブチ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 。いやー、骨が入れた。おーっと、セキュリティが、む、おっと、なんとかなったぞ。もう許してもらえた。あれか、失礼しますって挨拶をしなかったのがいけないと。挨拶さえすればもう自由に入っていいよっていうことで。で、何、サンドイッチどこだ。ん、クールなものがそこに入ってるに違いない。ドリル使えってことが。なるほど。あ、金庫。もしかしてあれかな、カジノのところもドリルとかで。あー、サーバー大丈夫。これ壊したらまたバグんない大丈夫だった。監視カメラ、斧が刺さってる。やった、取れた。ジョニーがやってきた。実績解除。へい、これでどうしたらいいのまさかあんなに吹っ飛ぶとは。これ装備とかボタンがなかったけど、とりあえず入りゃいいのか。おいおい、これ大丈夫か、持ってこれんのか。ふう、なんとか監視カメラのこちらをかいくぐってここまでやってくることができたぜ。え、お、ヒュイーン。やったか。
ん？あ、時間かかんのか。やったー。あ、まだあるぞ。ドリルドリル。外の金庫。他のドリルを見つけるぞ。まだ必要か。よーし、これでキュイーン。8秒かかるのか。すごい頑張ってる。ん？どうした？まだ開いてないぞ。よし、開いた。あー、また？今度こそ。毎回一回途中で諦めるんだよな、こいつ。さあ、これで。おお。融合期限は単なるトリックだ。舐めるテーブル。テーブルじゃダメなんだ。ああ、なくなったー。木図とかした。なんだこれ。取り付け可能なロケット。え？ちょっと外出て試してみよう、これ。背中についてんのはいつものロケットだよな。多分 R で。おっと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 。なるほど、発射武器と。やべ、楽しい。自分に当たっ、自分に刺されてる。お、こうやって飛ぶこともできる。ヒューン。どこまでも飛んでいけ。ひょーさあ、街が見えなくなってきたぞ。この飛び方じゃなくてもいけるけどもとりあえず限界まで行ってみよう。もう風が吹いてる、ゴーゴーと。もうそろそろ成層圏にたどり着くか。おっと、これは端っこに来た時に出るゴーという壁。しかしそれすらも抜けて綺麗な感じのところに。あ、やっぱ限界値に行くと。景観は退出中。ん？なんだ、あれ、ちっちゃくない？何が起きた？これ特殊能力 R を押しても特になんもないぞ。お？お？あれ？タブを押したら他のキャラに切り替わらずに。どうしてだ？どこに来てしまったんだ。そして地下、地下というのか、なんというか下が覗けるぞ。街の内側ドラえもんの道具にこういうのあったな。ルームランナーのやつで、危ない壁がーって言うけども、でもすり抜けるよって言ってどん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 進んでいくやつ。いやー、中身が見える。このビルの中とかも覗けるかな。何もねーこういう風になっているのが分かったぞ。もう下の見ても何もないからな。あ、もうこれ以上下がらない。地底、地底には何もなかった。大惨事。このミッションは変だぞ。子猫を3匹誘拐して子猫ランドのラブセンターに連れて行け。お、早速1匹。こ
ここで一体、お、なるほど、連れてくればいいと。あと一匹、今引っかかってたけどな空輸途中に。そして猫とライアングル、なんだ、離れたところに、おお、ピラミッドが、神の使いだったか。そこ入れんの、へえ、秘密の猫寺。あ、ちょっとまだ持ったままなんですけど、いいっすか。おお、すげえピラミッド、上に行くかそれとも中に行くか。まずは中に行こう。まあ上に乗ったところで何もなさそうだな。よーし、入るか。おっ、もう別ステージ。猫神様、ははー。で、猫神様をペロリすればいいのか。猫になっちゃった、にゃーん。おお、びっくりした。え、なんか増えた能力。おわっと出てきた。おお、え、これもしかしてかわいいえ、画面の至るところににゃんこが出るだけ、なんもない、もしかして他。埋もれたゲーム。サンクトミサリウム見つけてインターネットライブラリに。ここか、場所が分かりづらいんだよ。金庫室、これまたドリルか。お、できたできた。同様にチュイーンと開けていく。で、必ず一回失敗するのよな。頑張れ頑張れ。やったぜ。おお、奈落の底と思いきやそうでもない。ヒューン、コピーをインターネットのライブラリに。どれ、これかい。全部一緒かな。しまったー、ここ、んー、抜け出せない。こいつじゃダメだ、別の能力を持ったやつじゃないと。行くぞー、お前の出番だ。降りて降りて下へ参ります。ちょっと早めに落下したいんですけど。よいしょー、助けに来たぞーこいつごと持ってくこいつがこれを加えたままだったらいいけども、それがもしできなかったら怖いんで自主的に持ってこう。ゴミ箱じゃない。よいしょー、さすがイルカだ、あ、ヤギだぜ。で、これをどうやらここの船に持っていくっていう。落とすなよ落とすなよ、ジャンプすればいいんだけどビヨンビヨンビヨン。で、この船に、よいしょ、うまく入れない。よいしょ、なぜかサーバー室が。これで OK？おお、動いた、船が動いたぞ。おもかじ、もしくは鳥かじいっぱい。これどこに行ってくれんだ。ん？ん？ん？ちょっと待って、ちょっとなんかおかしい角度になって、え？ん？動画のご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。スマートフォンからの方はページにある登録ボタンを押してください。 PC からの方はこちらのリンクからどうぞ。
動画を気に入ってくれたら高評価ボタンやコメントもよろしくお願いします。他の動画でもぜひよろしくお願いします。それではまた別の動画でお会いしましょう。Thank you.